お願いいたします。安倍政権としてはエネルギー基本計画において原子力規制委員会によって世界で最も厳しいレベルの新規制基準、これに適合すると認められた場合については原発の再稼働を進めていく、このことをすでに閣議決定をいたしております。再稼働を進める明確な判断はをすでに行っておりますので、この方針のもとにですね、仙台原発の再稼働がされたというふうに思っております。政府としては万が一事故に起きた場合は国が先頭に立ってそこは対応する責任はあるというふうに思っています。沖縄